曲の見どころはやっぱり逆再生ということで、うん、動きがすごい、はい、なんだろう、ちょっと面白い感じになってて、うん、髪の毛とかも、うん、こうターンしたらこうふわってまとわりつくような感じになったりね、うん、なったり、物とか投げたら逆にな何帰ってきたりする、うん、とくくくくくくいい感じちゃったなんてね、面白い感じになってるし、うん、歌詞もすごい自分に合った、うん、なんだろうね、そうちだったら渋谷とか、うん、たまに行ったりするんでね、うん、そういうワードが入っててすごい、なんだろうな、みんなに合った曲になってるんで、うんうんうん、ぜひそういうとこにちょっと注目して、うんうん、見て聴いてくれたら嬉しいです。うん、はい、じゃあサイリン、サイリン勝海舟、うん、勝海舟、勝海舟、勝海舟はうんとね、やっぱこのやつはソロパートかな、うん、魅力だよね。あ、でもダメだ、マッツンソロパート嫌なの。なんで？恥ずかしいから。恥ずかしいから。いや、もう可愛いよ、だってあのあそこ、うん、あのあそこ、まさかこんなトーナメントが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 まさかこんなトーナメントがすごい頑張ったから、まあ、そこが見どころかなと思います。ありがとうございます。はい、ございます。じゃあ、なみの橋本ひみこです。そうですね、見どころ、うん、もう全部って言いたいんですけど、うんうんうん、なんだろうな、結構限られた時間の中で、うんうん、バッと撮ったもので、しかもワンカットということで、うん、もうその子のなんて言うんだろう、その表情から必死さが多分伝わらなかった数箇所あると思うんですよ。ぜひね、その辺もなんかこの子こういうところでこういうこと思ったのかなって想像膨らませながら見てくれたら楽しめるじゃないかなと。うん、じゃあ最後、はい、お願いします。はい、メアです。いや、高山です。あれ、名前違う、名前違うよ。誰、誰だったっけ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 、あの、トヨトミは、あの、やっぱり、あの、その逆再生とってっていうのが、うんうん、なんか今まで挑戦したことある人自体が少ない中、うんうん、うちらがやることができて、すごくなんかそのこので結構大変だったから、このできたことがなんか自信に変わって、また次の作品とかも、あ、撮れたらいいです。あの、なんか、なんだろう、乃木坂だよね。なんか、あ、写像変やったやんね。撮れたらいいです。なんか、なんかその乃木坂としての PV とか、うんうん、もしできたらまた4人の PV で、うんうん、そのまた新たなこととか難しいことにもどんどんチャレンジして、うん、なんかいけたらいいなと思います。そうだね、うん、そうだね、うん、締めてくれた、え、本当にありがとう。